おはようございまーす。まーす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 。いや、毎回こんな挨拶な気がする。ちょっとね、本日は、祭り前日というか、14日ですかね。現在の時刻は13時44分。今夜は祭りの前夜祭。ぜひお時間を空けててくださいね。サーカスと花火大会をお忘れなく。じゃあ、ご飯を食べましょう。はい。今朝はみんな大好き肉じゃが&卵焼き。いいですね。いただきます。ちょっとね、前音声のバグでですね、ちょっと音声が変なことになってたんで、ごちそうさまでした。どっから録音しとんやっていう音声やったんだ。あれどっから録音しとんやろ。デスクトップやからマイク一つだけしか繋いでないのに、ちょっとよくわかんないんですけど、キャプチャーボードからやっちゃうよな。まあ、ということでですね、一応念のためにスマホで音声の方を録音しています。スマホの方があれやったらいいからね、音声が。すげえ。なんか宣伝してある。宣伝してある。一個一個宣伝してある。うい、なんもないね。なんかすげえやん。はい。さあ、見てる皆さんも一緒で体操しましょう。ライオン体操第一。まずは腕を大きく上げて背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、はい、ありがとう。はい、カードは忘れずに持って帰ってね。えい。いや、もうほんまに夏休みの半分ですよ。それでさ、悲しくなりますね。意外な看板を見つけたんだよね。今のが壊れたら作ってもらおうかな。あ、ひでこ、ひでこ、ひでこ。ラジオ体操っておにじ、いや、お前ずっとすしかやらん、すしかやらん。わー、あ、おい、おい、じゅんこ。オッケー。おはよう、さとるくん。朝からラジオ体操すると気分がすっきり、いい感じ。実は夏休み以外もやってるのよ。知ってる。聞いた聞いた。おい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 、姉さん、えなんでなんでなんで、また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 や、それでお祭り始まったね。明日はなんかおしん、何やったっけ、なんかみこしかな、みこしみたいな感じかな。え、なんか特別なキノコ増えた。やっぱ終盤になると増えてくる。や、グリで、グリ玉何本と42。はい、ういあげちゃいましょうか。ホップ、はい、はい、ナイスー。ホップ、ステップ、ミー、ミー。はい。完璧？豚さんが無事育った。でかっ。え、でかっ。一番でかいやん。素晴らしい豚さんを育てたね。実際から。一十百千万、え、一十百千万、一万円、やったー。まあ、はしたかねえかな。嘘、全然嬉しい。僕の作から神社さんの、は、豚さんかわいいな。は、お、なんでお前のもんにするん。え、なんでお前のもんにしとんねん、おい。あ、まあ首はつけへんのか。あ、まあ大きくなったからあれやな、大きいとこに移動させたってだけやんな、さすがに。あー、びっくりした。でけ、一匹だけ、ホップだけでけ。名前、ひーふーみ
みーちゃん、みー、お前はみーだ。みーはまだまだ成長中だ。おい、やばい、グリが全然、グリが全然、チューン、大きくなれよお前ら。神社さんのは何匹おるんやろ。まだおるはずよね、神社さん。なんか野生の豚、こっちによくおるけどね。こっち側に、あ、ほら。なんか豚さんずっとここにおるからな。もうここで飼っとったらええからな、豚狩り。豚狩りしとけばいいから。よいしょー、どうもー。おはようございますー。走っと状態やったらあかんないな。あ、そうや、今日夕飯作ってもらえるで。ああ。よいしょ。おーい。お願いしますー。ね、悲しみは続けるけど、もしかすると地球の大気を回して風を吹かしてるのもラブちゃんの。そうよ、当たり前じゃない。いや、やっぱりそうなんだ。ラブちゃんってすごいすごい、すごすぎる。さっ、はい、占いましょう。うん、昨日できんかったからな。今日もできん可能性あるよな。うわ、はい、惑星の、おもちゃ屋ファニー、おもちゃ屋ファニー行きましょう。はい、小さな私し、灯台、灯台ね。はい、雨、あー、サーカスで、これはいい。はい、はい、人間のカープ、鳥居の鳥居塔や。はい、来たー、鳥居塔や、ついに来たね。会計しとんかな、この人は。おそらく会計のお仕事をしとんやと思う。はい、なんと、ひどいひどい、私がここに来るまでの経営状態がひどすぎます。お金が出ていくばかりで対策を全く考えてない。それ、あ、ラッキーさんが来るの遅かったからじゃないかな。あ、確かにそれはそう。じゃあね、ラッキーさん、はい、さようなら。いい人やな、見た目によらず。最近風呂入ってないな、汗臭いやろな。ずっと同じ服やしな。でもね、小学生の時はね、もうずっと同じ服着てた。うん、で、お母さんにいつも、そんな同じ服ばっかり着とったら、その、洗濯しないと思われるでって言われてね、言われてましたけど。まあ、いや、そんなことないわって言って。今思えば確かに、まあ、大人になったらそういう感覚よね。子供の時は、そんなんじゃないからさ。そんなことないねんな。はい、どこ行くんやったっけ。おもちゃファニーや。やっぱ子供の時って楽よね、考え方というか。自分に正直というか。あのままでいたかったっていうのはありますよね。新刊はすごいいい匂いがするんだ。あれは癖になるな。わかる。ちょっとわかる。わかるわー。わかるわー。さて、今日は八百屋さんで何を買おうかしら。人参がおすすめ。じゃあ、人参を買って帰ろうかな。特製カレーライスを作りましょう。よっしゃ。これで八百屋で買うものが決まったぞ。人参か、今日は。こっちにあるけどな、人参。いやラブちゃん人形？いきなりクイズ。なんだい？1980年代に家庭用ゲーム機が大ヒット。セガサターンかな？まだゲーム専門店がなかった時代、カセットはどのお店で売ってた？ちゃうか？あれや。任天堂のゲームボーイか。わからんわ。おもちゃ屋じゃない？大正解！どのおもちゃ屋もゲーム売り場がどんどん大きくなっていったんだよ。
これでおじさんもそんなに大きくなっちゃったの？いや、おじさんが大きくなったのはロボットアニメのプラモデルブームの時かな。どういうこと？残念、不正解。ゲームセンターのゲームが家庭用に移植されることは今でもよくあるけど、まああるね。ゲームセンターでは売ってなかったよ。移植で、ね、残念、不正解。バーチャコップやってました。家庭用ゲーム機と同じカセットという名前のカセットテープならレコード屋で売ってたよ。ああね、もう今の子わかるんって感じだけど。なんだよ今日は何の用で。ラブちゃんのエッチクネ、エッチクネ、マイルアリいつも聞くと高額買取中。どういうこと。びっくりした。マイルアリ買ってそのまま高い値段で売れるんかもだ。マイルアリ1800円。はい、マイドアリー。ぬいぐるみをすべて集めよう。サーカス団のってこと。おもちゃ屋ファンに本物以上の可愛さ。ミスラブちゃんのぬいぐるみ。いや本物の方が可愛いやろ。本物の方が可愛いやろ。まあ可愛いというか綺麗か。あの人そういう感じよね。綺麗って感じ。夜になるとこの はいはいはい、うん、何もないよね、はい、あー怖っ、車怖っ。灯台の方やね。よ灯台の方行きましょう。ボンボンボンと。もうすぐ夕方になってまうからな。で花火屋さん、花火屋さん、花火屋さん、おはようさん。おるおるおる、花火屋さんおるわ。おい新作花火話し合おうぜ、もっと。うえうえし。ついにイメージ通りの花火。あ、イメージ通りやったんや、あれ。ことができた。お前のおかげだ。ありがとう。やりよかったよ。僕新作花火は何も手伝ってないと思うけど。そんなことはない。そうだ少年。俺の新作花火さんに。ええー。名前をつけてくれ。ああ、なんや、選択肢かい。飛んでけ。新作花火さん、新作花火さん。めめ、新作花火さん。よっしゃ。いいや。めめ、いただきました。ちゃんちゃん。あと壁に貼られたポスターで花火大会の進行予定を考えるのもお忘れなく。これが世に出回った時さ、あれじゃね。あの何年もしてさ、これ新作花火さんやけど新作花火じゃないねん、結構前に出たやつやねんみたいな。え、ステッカー増えたことでジャンプ中にもう一度ジャン、おいマジかよ、二段ジャンプの時もう一度その、あ間違えた。待って、おいおいおい、もう超人やって、おいマジで、おいやばいってこれ、おーやばいって、やばいってマジで。これは通常のやつ、やばすぎ。宇宙探索、宇宙探索ここにしようか。うん、これで花火さーん、ナイアガラ、ナイアガラでちょっと箸休めかな。これで、はい。いやー新作花火ラストにする。目玉っぽいし、いやけど俺乱れ菊が3が好きやねんな。悩むなー。まあこの乱れ菊ちょっとあれやけどな。なんかもうちょっと乱れ、なんかなんていう、ふわーんってなってほしいけど、今日ちょっとちゃうよな、やっぱ乱れ菊って感じやな。
オッケー。え、こんな穴ぼこやったっけ。待って、こんな穴ぼこやったっけ。こんな穴ぼこやった。え、こんなぼこやったっけ。え、こんなんやったっけ。はい、まあまあ採掘できるからいいけど。待って、こんなぼこやった。え、マジ。あ、ガイダイヤありがとうございます。いやけどさ、あの、何やったっけ、虹のダイヤみたいなやつがあったんやな。あれが欲しいね。おー、よいしょ。しかもこれ、これできるやん。おい、マジでやばいってこいつやばいって。しかもこれやっとうとき体力減らんねや。この戦術めっちゃ、戦術っていうか、やば、楽しい、楽しい。これ全然体力減らんねん。これやっとうとき、けど走り続けれるからスピード的にはめっちゃ速い。めっちゃモンハン持ちみたいになっと。右が、はい、どうも。あれ、ここじゃなかったっけ。あれ、東大山方面、東大あるあたりのことなんけど、そういえば聞いた話には不思議な神様が誰かと遊びたがってるって。わしは海沿い、灯台のちょうど下の崖の間。灯台のちょうど下の崖の間。崖の間。崖の間。そんなんあった？ここか。あんなんあったっけ。はい、拾って。おい、来たかな。なんかこれ気になるな。おい、ちょっと。あまり手入れされていない石碑がある。雲の峰、ね、わからん。忘れた。故郷さえも見えざらむ。夜氷限りは、とこひ祈るらむ。わからん。と書いてあるが、僕は難しい漢字はまだ読めない。僕も読めないわ。僕も読めないよ。なんもない、ここ。お、お、なんかあるわ。なんかあるやん。くるくる回るのが欲しいな。よいしょ。はい、風車をお供えしますか。ここで風車使えちゃう？ありがとう。いいよ。わあ、かわいい。風車よかった？風車よかったの？めっちゃかわいいんやけど。めっちゃかわいいんやけど、これでいいや。めっちゃかわいいやん。遊んでくれてありがとう。かわいい。他にもお供えしたろかなあ、欲しいやろ。え、
ては鳥はいったし、あ、鳥はいったしじゃない、あと鳥ぐらいやし、ピシャーン。これはどっから行くんや。なんか明るそうなとこなかったっけ。ここじゃないか。あ、ここじゃなかった。あれ、ここや、こっちや。全然違うかった。なんかレアなアイテムとかありそうやな、ここら辺探したら。天狗系はまあけど、ラブちゃんが教えてくれるから一択ね。ふぅ、けどこの島どこかも出るなんやろ。気になるな。ありそうやもんな、こういうとこって。日本探したらこことかもあれじゃない、なんかめちゃありそうよな。あ、こっちからも行けるけど、俺あっちから行きたい。よいしょー。お前らマジで今日の夕飯にしてやるからや。おいマジかよ。おいマジかよ。トリート、いや行きたかったよな、ずっと。あれ、なんか段差が。幾年もの段、石段の先には怪獣みたいなおっさんの鳥居が見えた。その鳥居はこの町に来た時からずっと視界の隅にあったものだ。日の光を吸って暖かくなった広い海を小さな自分が渡ってきたのだと思うと、なんだか心が少しだけ熱くなった。ちょっと BGM に合わせてね、ちょっと落ち着いた感じの。はい、ん？あ、取ってよかった。あれ、あの黄色い宝石は取ってよかった。いろいろあんねんな、ここ。あっこのゴミもあるし。空き瓶はいいけどな。なんかありますか？あ、こんなのこるわ。なんて。こっちは行けるん。あれ、こっち側だって外やで。あ、ここにもまだあるんかって。うねうねしたものが見たいな。あ、あれか、うねうねってあれか。まだこかよ。いいよ。女の子のあれじゃね？あ、そうやんな。うぃーす。いいですね。順調。三周目とか行くんじゃね？
トゥトゥ。どんな問題？クイクロイワゼミ。はい、ありがとう。チュッチュッと元気に鳴くらしい。珍しいセミなんだ。そうなんや。珍しいセミなんや。見たことはないけど、リアル世界の私は。マジで最高。ごっつ。ほら、宙返りできちゃう。いやー、この上なんかあるんじゃない？思った。意外と高かった。意外と高かった。なんもなかった。ああ。ほら。意外となんもない。意外となんもないな、この島。松の木があるぐらい。さっきなんもないけど。なんか捕まえてない虫しかないかな。以上かね。お前らは？捕まえとっ。じゃあどうしましょうかね。博物館に持っていくのもあったけど。なんかここ、なんか重そうじゃない？階段あるし、行ってみようぜー。ああ、トイート。さきさき行かんでよかった。なんか、ね、思っていたよりしょぼかったというか、うん。ちゃんと、石の階段、ちょっと壊れてるけど、結構。ボロボロ。なんかあれかな、もしかしたら灯台に登るための道を建設中。また女の子多いな。50体おるんやったっけ。あのねねえ、的当てしようよ。待ち、ちょっと待って。どんぐりない。ごめん、どんぐりない俺。終わり。あら。あら。あ、いい。よ。ゆっくり。いい。よ。ゆっくり。あれ。あれ。あったあったあった。よ。もうどんぐりない。どんぐりがないの。よっ、いい。よっ、どんぐりが。あ、どんぐりが。どこや。あのね。ねえ。いやー待って、最初から無理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 。どんぐり足らへん。どんぐりやどんぐり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 がない。どんぐり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 必要。もう豚ちゃんにあげられへんよ。くそ。やっぱ10個は持っときたかったねんな。だから
おっと、なんかデカめが起きたぞ。手紙持ったのに、あかん、ちょっと消えた。くぅ、どんぐり取ってこようぜ。長えな、こっち。こっち長えな。お、登れそう。ニコってどないやってんねん。あ、なんか普通のテントウムシや。もういい、もういい、ハチなんか。もういいや。おお、ここいっか。前のせいで全然ないやろが。オッケー、どんぐりどんぐりしっかり回収、しっかり回収。でんどんぐりなんかいらんと思っとったけど、めちゃめちゃいる。マジでしょぼい、マジでどんぐりがしょぼい。どんぐりかわしてくれ、マジでどんぐりがしょぼい。どんぐりを購入させてもらって、マジでお金は何ぼでも払う。頼むわ。どんぐりが欲しい。どんぐり難民作ってください。どんぐりの支援を受けたいです。待たせたな。よし、遊ぼうか。あのね、はいはいはい、また当てしよう。うん、また当て、また当てね。はいはい、もう、はい、はいしょ、はいしょ、はいしょ。絶対ミスるな。二ついっぺんにいける？二ついっぺんには無理やけど、まあ、いいよ。はい。ふぅ、どんぐり採取行かないと。やばいな。豚にあげるやつもない。一匹にもあげれへん。あっちや。急げ急げ。もう日が暮れちゃうよ、こんなことしちゃったら、ほんま。何や、どんぐり採取って。ほいしょっと。あれ、ほいしょっと。いや、ここの木が一番いい。うまいうまいうまい。いやー、昨日もうまかったねんな、これ。いや、うまいね。一回蹴ったら、まだ出てこんかな、ほんま。もうどんぐりいっぱい欲しい。頑張っても困らんからね、どんぐりは。
あればある分だけ助かります。いやけどお金もあり余っとんねんな。僕にはあり余る、あれがあり余る。なんかあるんかな、これ以上のお金が必要なことは。すでにお金で買えるもん片っ端から買ってきとう気がするからあんまない気がするけど、どんどん行くともまだいけへんしな。無理やな。ああ。なんにもないもんな。まあ、ここも物資薄いな。ちょっと物資が薄いね。ちょっと待て、ちょっとやることいろいろあるんじゃ。やべ、もう夜。もう夜や。やばい。博物館行くか、博物館。博物館やったらもう行きやすいしな。隣町今日何にもないな。隣町マジで何もない。ここ、博物館行ってその後そこ行こう。うちの展示をしに行きましょう。お姉さん、君に会えてきたよ。町立博物館へようこそ。今日は館内の定期清掃が終わってちょうどいい感じなんだ。うちは館長も私もお掃除が大好きなの。徹底的にきれいにするのよ。きれいにしすぎて時々展示物がすり減ってるんだけど。気にしない、気にしない。やばすぎやろ。ねえ、僕ちょっと珍しい虫を見つけたみたいなんだけど見てくれるかな。はい。あのモルフ。モルフね。僕は。はい、ありがとう。ねえ、僕。珍しい虫。僕。なんか捕まえた？館長。こ。ラッキー。あの黒岩ゼミに完全に。とてもとても貴重な。とてもとてもなんや。捕まえた虫を展示してもらうことにした。とてもじゃなかったよな。金粉2000回。ねえ君、見ていきますよ。はい。では虫がね、もう虫がいっちゃん増える。で、もどき。どれや。この上か。はい。一見青く見える羽ですが、金粉が、鱗粉や、鱗粉が青色の波長だけを反射する構造発色という特性があります。青い理由について、寄生バエや寄生バチに寄生されにくい色をしたという説も存在します。黒岩ゼミ、体だけでなく羽まで緑色をした美しいセミで、1913年に新種として発見されて以来再発見に50年以上かかったため幻のセミと。黒岩ゼミ面白いいな、面白。どんどん捕まえていこうぜ。二段ジャンプ、ありがたすぎ。これでお前火付けなんかもう楽勝やん。てか火付け500円よな。ここら辺も入れるやん。ほらやば。マジで楽ちんちん。うえやばすぎ。脳みそ変わらへんわ。また、あ、お前は
神社さんのやつやんけ。君は全然ウェルカムなんやけどな。野生はもういらんけどな。いや、いいなぁ。エーペックスに近づいてきた。やばくね。一発で登るもん。え、マジ楽しい。マジで楽しい。はい、待って。あ、飛びすぎたのか。え、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、これ。うわ。お金や。はい、どうも。めっちゃ気をつけて。めっちゃ蜂おるって。私は蜂の巣の駆除を頼まれてきてるんだけど。めっちゃ蜂おるって。運が悪いと命に関わるからね。まあ確かにそうやね。まだ探してるんだ。必ずこの辺りだ。はい、蜂ゲット。いや、ここボーナススポットやん。蜂の巣見つける。ハチの巣。ハチ落ちてたじゃん。ハチの巣。ハチの巣。よ。ハチの巣なんかないよ。安心して、ハチの巣ないよ。よ。いやいやいや、ハチかれた。ハチの巣ないけどな。おじさん。危ないから君はここから離れときな。うん、まあその格好あんたもはず危ないと思うけど。いや、待って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 。うわ、めっちゃワクワクするやん、こうお祭り。おま、いや、めっちゃワクワクするよな、こういうの。いや、お祭り、ほら見て。いや、ほらもうこの感じね。お名前決まった。まだよ、こういう時はじっくり時間をかけて決めたい。じゃあお姉さんの名前はなんていうの。私は太鼓よ。漢字だと女が少ない子と書くの。なんで女が少ない子。でも意味は少し違うのよ。女が少ないので、じゃーん、じゃ、じゃーん。数が少ない、めったにいないくらいの美人という意味だ。いや、確かに美人やけど。少しだけ見直してよ。どう思っとった。いや、まあここら辺が最高よね。最高。てか夕方やからさ、そういえばおじいちゃんたち演奏しとんじゃね、今思ったら。おじいちゃんたち、あ、ほら、彼らが演奏していたのはフォスターの故郷の人々、別名スワニー川。1850年頃アメリカで作られた名曲だ。音楽が空に舞い上がって夕方の大気に染み込んでゆく。あんたも詩人ですな。ああ、これ2本目か。音楽が、あんた、あー、めっちゃいい、めっちゃいいな。よっ、やっ、めっちゃ便利。そしてなんか降りてってみたのか。めっちゃ便利。やばいな。かけっこ、かけっこ申し込みに行くか。あかん。う、あれ、ここどこや。ここはどこ。ああ、え、あ、そもそもそっちか。やよっ、あれ、やよっ、いこっちか。ああ、なんか迷子だと思った。こんなんもう火付け簡単やん。お祭りやからつけてあげないとね。お姉ちゃん、おばちゃん、おいおいおい、おかずになる魚を釣ってきたよ。うん、どれどれ。
え、また待って、これ10匹集めたらじゃなかった？今日新鮮な状態でってこと？おい、マジかよ。では、た、はい、もう、はい、さよ、ずっと立ち寄るでいいよ。もうじゃあ裏浜へ行こう。マジか。やばい、時間がない。時間がねえぞ。何してん。急ぎ。こっちが。あれ、どこやったっけ？ここやな。ふぅ、お姉さん。ようこそ、自由研究研究所へ。うん、また来たよ。あのさ、渋谷商店のお菓子で、博士のおすすめって何？ラムでしょ、キャラメルにアイス、チョコレート、それから、覚えられないから一つにしてほしいかも。研究所っていつから？夏休みの自由研究研究所っていつから始めたの？いつだったかな？陽介たちが遊び場にしたお気に入りの空き地があったんだけど、買い手がついちゃって。あ、そうなんや。めっちゃ早くて読んでるな。しょんぼりとした時に思いついたんだね、自由研究研究所。あれ、君ってここに来るからどれぐらいになるんだっけ？どうだったっけ？なんかずっと前からいるような気がしてきたよ。ところで、誰が好き？いや、あのさ、は？あれを打ってほしいよね、グリ。いやー、少年たち、夕方やけど、監視に来たぜ。今日も暑いな。確かに。気になってたんだけど、陽介ずつ。その方がかっこいいだろ。かっこいい。だろ？よっしゃ。帽子の向きに、あれなんや。それで？なんか分かったか？なんだかちょっと。そっか、橋屋さんのもなか。あの時、あと8だったなってくるよね。夜か。今から勝負や。マジで俺進化したから。まっすぐ行っちゃうよ、これ。まっすぐ行きます。よーい、ドン！よいしょサトルくん、お見事。なかなかいい走りだったよ。ってことで、はい、今回のご褒美です。よいしょ、俺の負けだけど本気でやれば絶対負けねえぜ。なんなら今からもう一回勝負するか。いいよ、勝負しようよ。ほら、もっと早くしろ。ジャンプでね、いけるとこあった。走った方が早い。ここは走った方が早いけど、節約という意味では走るスピードの、やばい、あ、遅い、遅かった。よし、もう一回勝負しよう。ああこれめっちゃいろいろ稼げるんじゃね。ちょっと次走ってみようぜ、普通に。
よーい、ドン。出遅れた。ウィーンとしゃべり走れるから。ウィーンと走れるから。やばい、ミスった。待て待て待て、なんか違うのしか来てね、俺やばい、これ負ける、やばい、やばい、ミスった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 、もうどこから行ったのか分からんかったって思った。もう一回、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 どうしよう、はい、じゃ道間違えた、ちょもうちょっと左回りやったな。よーい、ドン。このまま進む、このまま進む、このまま進む、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 まっすぐ、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 まっすぐね、まっすぐ。遅いわ、やっぱこっちの方が。いや、グリでけー。ちょっと待って、これさ、次走りで、走りだけでやってみよう。よーい、ドン。走ります、ジャンプなしで走ります。こっちの方が速い気もする。どんどん走ります。走ります、直線距離で走ります。走ります。いや、やっぱ俺速くなかった、最初の1回目。ちょっとさ、気になるものを見つけてしまったよ。ちなみに、よーい、ドン。気になるものを見つけてしまった。無理だ。ちょっと45秒以内にやりたいことがある。V の木を切る。これ今できません。くっそ、今できひんねって。くっそ、このトイレ、あ、やばい。ゴールドちゃうねん、ちゃうねん、ゴールドちゃうねん。やめとこ。くそ。は？は？うざ、なんか俺が負けたみたいやん。めっちゃうざいんやけど。は？ちょっと待って、さ、通知しようか。かけっこタイム。
38.98 秒。40秒切ったのは強いよ。うん、おそらく探偵ノート、あ、そう、探偵の仕事2つだけか。蜂屋となんかってことやろ。日記、くっそー、魚料理ももう5時や、間に合わん、間に合わんよな。これ出た瞬間捕まるやつやで。あー、くっそー、うぜえ割り方。え、なんかローディング入っと、珍しい、え、珍しい。やっと見つけたぜ。気分はどんな感じ？ええな感じ。大丈夫？そう。いやいや、うざいな。僕、珍しい虫を捕まえたんだ。あれ、蝶々だっけ？ガなんだっけ？私はどちらも好きよ。珍しい虫は博物館に持って行こうね。じゃあご飯を食べましょう。今夜は私特製のカレーライスとトマトサラダ、あとサトルくんが釣ってきたスペシャルメニューもどうぞ。また多重をします。では皆さん、いただきます。くっそー、じゃあ魚で捕まえるか。10匹、1日で10匹か、大変な。泳ぎまくらなかん。ごちそうさまでした。でした。今夜は祭りの前夜祭。前夜祭。サーカスの開演はいつだっけ？ご飯を食べた後ならばいつ来られても大丈夫。もう夜8時から東大山の方で花火大会もやるんだって。景気がいいね。嬉しいね。楽しそう。花火大会ってことは全部見れるってことやろ。もう一通りの流れで見るってことやろ。どこで見る、マジで悩むな。ちょっとサーカスの前に明かりだけつけましょう。やっさっきがボタン間違える。ちょっとね、回転するのがちょっとどれぐらいか。いや、よ、わからんくなりそう。誰？誰？ねえ、これ夏の夜の空を騒がす花火大会。詩人職人みたいなやつ。あ、なんかジャンプ力高なった？よっ、なんかジャンプ力高なってね。なんかジャンプ力高くね。ありがとう、ありがとう。500円しょぼいけどな。まあ楽になったからつけるけど、なんかジャンプ力高くなってね。ほら、え、高くね。なんか高くなってる。よっ、よっ、完全にジャンプ力曲がっと。よっ、何やねん、登れへんのかい。なんか人増えてね、めっちゃ。ちょっとおもろすぎる。誰に話しかけようってなるやん。うわー、ごっつー、密集、ごっつー。なんか見たことない人がさ、おるんよ、いっぱい。ここにもなんかあった、さっき。あ、この人は見たことある人だった。ワクワクしてきた。あ、お前じゃねえ。どうしよっかな。うん、楽しみ。女子ちゃん、かわいい。よかった、かわいい。かわいいよ。開演待っとる。ここに芸術はあるのかな。やばい、ダービノさん。
サーカス見るの多分初めてだから楽しみなんだ。あ、バスか。なんで多分なのかな。小さい頃に見てるのかもしれないけど覚えてないんだもん。バスのことか。さて、今夜の歴史的公演をしっかり見届けるぞ。うんうん。サーカスが俺の音楽センスを低気圧誰誰低気圧誰。さて、うちの神社の祈願が効いて平穏無事に初日を終えられるかどうかしっかりとこの目で確かめたい。確かめたい。サーカスサーカス楽しいな。うんうん。1個だけなんだもん、うんね、みんな1個だけな感じするもん。サーカスを見るのは久しぶりだよ。どんな出し物が見られるか楽しみで仕方ない。確かに俺も楽しみです。おお、ついに現れた期待の新人。頑張ってる。僕はサーカスには出ないんだよ。出るって周りに何度も宣伝しちゃったよ勝手に。なんでそんなことするかな。じゃあ出ようよ、期待の新人。それは無理。出るみたいな話をしとった。今夜のサーカスはどんな素晴らしい夢を見せてくれるのか期待して待っててねお前が言うか。あ、違う。これはとても怪しい。みんな何のために並んでるんだ。お前3人目にね。それはとてもとても怪しい。お前3人目に並んだって、お前それよう言うわ。お前、おお、ついに始まるサーカス団。長い道のりでしたね。うんうん。いや待って、この感じめっちゃ好き。ちょっと鳥が奥にや。サーカスを見るなんて一体何年ぶりかしら。前に見たのはどこのサーカス？小学生って。もう覚えていないけど、もしかすると同じサーカス団かもしれない。そうなんだ。うん、多分他の町で見たのよ。今日はあなたも出るの？僕はサーカス団の子だけど、サーカスはしないんだよ。あれ？そうだっけ？うん。いいなこの感じ。てきーん。ちょっと写真撮影させてくれ。この感じも好きやな。こうちょっとずつ鳥が見えてくるっていう。こっちからも好きやで。あー、いいですね。この手前に屋台が並んでないからな、これな。かわいい。この感じいいかも。この感じ、こうかこの感じか。いやけどな、屋台がここだけやでんな。調べる。何これ？え？何これ？プログラム？何これ？チケット売り場だ。売れたチケットの数を怒ったり笑ったりしながらラッキーさんが数えてたなと思い出した。え？この人形欲しい。あ、またやっとん。はい、毎度あり。灯籠が綺麗だね。ちょ、え遊んじゃいまーす。遊び方。大きい的はグリーを連続で当てると倒れやすくなる。よーい、ドン。何あれ。
買った。もうない、おしまい。もうない。玉がない。くっそ、やるじゃない。くっそ、悔しい悔しい。ちょっと楽しすぎる。よいしょ。どうしよっかな。サカさんの団長、ミスターパパさんのぬいぐるみ。パパさん、やった。パパさん、いや嬉しい。ちょっと待って、サカス見に行こうぜ。ちょっと待って、今何時？やばいやばい、ちょっと楽しすぎる。確かにもう7時や。はぁ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 、時間がない時間がない。はぁ、いや最高やん。さあさあ、お立ち会い、寄っておいで、見ておいで。今宵お目にかけますは夢かうずつかイリュージョン、その名は幻サーカス団。うぅ、さてさて、まずはトランポリン、共に白髪の生えるまで。照明担当すごいな。これ終えるの？あれ？あー花も嵐も踏み越えて、お次はとことこ綱渡り。おい、見てられへんて。ラブちゃんです。今宵の幻サーカス団、楽しんでいただけましたでしょうか。おい、見てられへんて。本日はお越しいただき誠にありがとうございました。幻サーカス団は今宵も夜霧の露となり、悲しく消えてゆくのです。寂しく消えてゆくのです。見てられへんて。おい、今夜の失敗は客席からもはっきりと見えていたはず。そんなことはないと思うけど。いやいや、坊ちゃん、我々プロのレベルを甘く見てはいけません。お前プロなんか。みんな自分自身に厳しいね。いやいや、そんなことはありません。他人にも厳しいつもりです。じゃあね。はい。どいつもこいつも、どうにもこうにも、誰も全然悪くなくてさ。失敗の原因は私の中にあるスマトラタイガーだけなんだよね。意味全然わからないでしょ。ああ、うん、でも本当にそうなんだもん。困っちゃうよ。スマトラタイガーがトラなのかタイガーなのか考えなきゃよかった。というわけで占いを。急に花急にトーン変わる。いや、占いさっきできるのは嬉しいけど、ちょっと早くしないと花火大会やね。やばいやばい。はい、宝山昼。はい、雨。よもぎ町昼。はい、よもぎ町昼。公園昼。はい、オッケー。あ、終わったぼ。少しだけうまくいかなかったけど、でも明日からも頑張るぼ。いやひどいね。永瀬さん頑張って。頑張るぼ。おい、とことこ、お前、あれ、とことこらへん、もう一回とことこらへん。なんか知らん人おる、知らん人おる、知らん人おる。
もしかしたら楽屋の中かな。またまだ何度。はい、ま、スマートボール。なんだこれは。おお、なるほど。よーい、ドン。あ、こういう感じ。あ、時間じゃないんや。時間じゃないんや。ありがとう。ちょっと時間じゃないんか。ちょっと待って。じゃあもうちょっと真剣にやらないと。よーい、ドン。はい、どっかに。オッケー、危ない。あ、惜しい。 OKOKOK。 OKOKOK。 そんな。違うねんな、思ったとこと違う。 OK。 あ、あかん、そっち、あかん。おー、 OK、 OK、 どこ行ってもいい。 OK、 OK、 あ、入れば次の弾が出てくる。やばい、こや。オッケーオッケー。こ、いや、うまくない？うまい。あー、違う、手前や。じゃあ手前、まず手前に入ろう。一回奥にやって手前に跳ね返ってこい。オッケーオッケー。はっはっ、やばい、難しい。間違えた。オッケー、いっとよしよし。オッケー、ふぅ、おめでとう、ふぅ、これ楽しい、楽しい。お姫様のぬいぐるみ、おもちゃサーカスの公式グッズ、サーカス王女姫様はスマートボールたちの子が買い取り中。買い取りのやつやな。2つ割ったりしたら打ってもいいかもね。え、ちょっと楽しすぎる。ちょっと待って、今何時？やべ、もう一回だけちょっとなんかで遊んでいこう。はい、ま、商品を買う。さてと、え、どんな用事？え、はい、毎度あり、はい、毎度あり、はい、毎度あり。金あってよかった。はい、ちょっと、え、もう一回スマートボールでいい？スマートボールで。よーい、ドン。最初はこうポンポンして、一個一個打った方がダメになったやつを回収できるから
見ちゃいんよね。めっちゃいい感じ。マジ。マジ。やばくね。おしまい。おい、やばいって。やばいって。はい。ちょっと。くそ。もう一回。パーフェクト取ったら何がもらえる？姫様人形かな。意外とさ、あの弾数少なかったっけって感じだったけど。ちょっと奥か入れときたいね。手前と奥か。奥かむずいんよな。あれに当てたらあかん。当てへんぐらいね、これぐらいか。うまい。うまいぞ。あ、なるほど。ラインを揃えたら弾が増えるんか。あ、やってもた。なんか変なとこになってね。OK？ あかん。これはむずい。残った男がむずすぎる。どこがむずすぎる。いいとこ、いいとこ、いや、いいとこじゃない。これはいいとこ。当てて、ここに当てて、ここに当てて。あ、そっち行ったかも。命が。いや、マジか。いや、マジか。オッケーオッケー。いや、マジ？いやー、マジか、マジか。はい、おしまーい。おい、結構従来ってすごいんじゃない。おお、長瀬さんの手首。ワクワク。次元力持ち、ミスター長瀬のぬいぐるみ。やべ、時間や、時間や。やべやべ、8時になる、8時になる。やばいぞ、みんな、みんな急ぎ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 。花火大会、花火大会、花火大会あるで。みんな急ぎ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 。あか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 。お前らここで見る？俺もそこで見ようかな。いやけど、スーパーシートがあるから。俺には。スーパーシートで見るわ。待って、あの上とかでも行くね。屋上とか。やばいやばい、始まっちゃう始まっちゃう。あ、けどもスーパーシート行ってもだ。よっ。オッケー。ふう。間に合った。さあ。どんと来い。あ、あと4分。ちょっとミニゲーム楽しいな。ムービーとかあったりするんかな。ムービーとかで見れたら綺麗やと思うけど。ん？
あー、いいね。あー、いいね。あ、これ2個目。いいけど、おーおお、新作花火すげー、綺麗、ごっついわ、ごっついわ。めっちゃいい音やし、花火の音が。ごっついわ、でかいわ、新作花火。すげえすげえすげえ。あ、すげえわ。いいね。次。はいはいはい、箸休め。いや、きれー、いや、足休みね。これが。あ、来たー。ラストフィーバー。あー、いいですねー。あー、いいですねー。めっちゃ綺麗。終わってもだ。えい、や。近きに行きますか。よっ、やっ、えい、えい。あ、長谷さんそこから見とったん。すげえよかったな。あ、よかった。お前ら何したの。なるほどなるほど。あ、無理無理無理、ちょっと待って、あのお前らの話マジ聞きたくない。今日はちょっと無理。こんな日にも酒飲んで、ほんま。はい、見ながら酒飲め。飲めたら。なんかまだいっぱいおったよね。ああ、花火屋さん。花火屋さんの方見っか。とりあえず、あれ？あれ、オーナーとここにおった人。いやー、遅かったかー。なんか花火見る前に行かなあかんかったんかな。あ、すごくよかったねえ。あ、もうよかったしかも言わん、みんな。すっごいよかった、迫力あった、すげえよかった。みんなもう浸っとる。よかったって言いに行くか。
当によかったね。いや、うん、いや、いや、あんねー、 よかったよ。今夜の花火はどうだった？俺はなかなか楽しかったぜ。ただまあ新作花火ラストでも、いや確かにめっちゃいいね。高いからこう花火はいいぞ。夢がある。ただちょっとあの全体的に広がるかって言ったらそんなことはないから難しいとこよね。バチバチバチのあの最中のやつはまあ途中でよかったかなって感じ。宇宙もね、いや宇宙が一番広がりとしては良かったけど、ただあれを終盤に持ってくるって言われたらちょっと花火って感じがいいから、やっぱ宇宙って感じやからあれ言うたらね。すごい良かったね。見事だった。みんな同じことしか言わんもん。いや、よっ、えい、お前ら何しとん？サーカスさ、うん、ああみんなあれや、サーカスの後の話と。あんなに高いところや危ないところでいろんなことをするなんてなかなか勇気がいる職業ね。見直したわ。面白かった？ドキドキして見ていたから。いや、いい人、よく分からなかった。いい人やな、この人。いい人っていうか、まあ、なんていうんやろな、いい人って言うんかっていうあれやけど。いろいろ失敗してたから今後に期待って感じかな。正直だね。うん、な、金払っとうからな。なんだ、みんなサーカスを見るために並んでいたのか。始まるまでよく分からなかったぞ。で、サーカスはどうだった？俺は暗いところが怖いんだ。明かりが消えたのでとてもびっくりした。かわいいな。まだまだちゃんと始まっていませんでしたね。たくさん失敗したから。はい、そうです。でもこれから面白くなっていきそうです。いや、いいですね、今後に期待してくれるの。なんか今夜は随分と失敗があったね。期待外れだった？うん、少々だが。期待の新人、本当に出なかったね。でしょ？こんなことで嘘をついてもしょうがないからね。期待しすぎちゃったかな。でも、女の子は可愛かった。それはそう。どうやら平穏無事には終えられませんでした。なんで？だってたくさん失敗してたじゃない。難しい。まあ音楽が使えるようになるんや。もう評価が高くなると。今夜の公演は大失敗。そう記事に書いていいかな。いいと思う。どうでしょう。いいと思うな。まあまあ次やった時に同じようなやつ書いてもいいかな。なんだかよくわからなかったぞ。どういう意味？バスの運転に例えると曲がりくねった道って感じかな。難しいね。なかなか面白かった。あ、芸術点は78点。おお、おお、高評価の人もやっぱおる。まあそうやね、そういう世界よね。え、やっぱおるちょっと待って、こいつめっちゃ気になる。ちょっと待って、めっちゃいろんなゲームもしたい。ミニゲームがしたい、正直言って。やべえ、もうやべえ、もう10時なっちゃうよ。え、マジ？やばいやばいやばい、ちょっと待って、やばいやばい、初めてラジオ体操いけんかもしれん。いや、ラジオ体操いけんくてもいいから遊びたいっていう気持ちもある。ちょっと俺には、いやけど、ダメダメダメ。2号、花火という美しい価格の2号誰おい、なんでこいつのために俺使ったね、この時間を、大切な時間を。やべえ、え、マジこんな早い？
い、マジかよ。マジかよ。マジかよ。話しかける人、この人に話しかけて終わる？よ、間に合う？よ、間に合うかな？や、い、間に合うかな？や、や、間に合う間に合う間に合う。あ、お母さんも見てくれた？感動しちゃったね。花火は大成功やったね。やべえやべえな、やべえ。いやー、お遊びして、お休みして、明日は朝からできるんかな。あ、やばい、ちょっと、こんなとこに登ったか。おい、マジで時間の無駄か。うーるる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 うるるる。スマートボールだみたい。よし、よいどん。真剣にやります。おっと、これはどうなんだ。あが、そっちじゃない。奥がむずい。意外と。奥がむずい。あ、なんかこの屋根に当たる現象だね。あー、そっちじゃない。一旦手前、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 一旦手前。あかんてー。おい、ガチでむずい。やばい、ちょっとやめとこ、やめとこ。一回で寝ます。はい、今日はお祭り、前夜祭もサーカスも花火もあるなんてサービスすぎだと思う。バーす。ん？豚をちゃんと育てたよ。素晴らしい豚さんを育てたねって言われたよ。何度もグリを上げたが、落ちて芽が出て、グリの木だらけになりそう。すげえな、クレシンの豚みたいな。花火大会うまくいったんだ。夜空に咲いた大輪の花、スペースシャトルからも見えたかな。まあ見えないでしょうね。花火ができたよ、名前もつけた。花火がはいいぞ、夢がある。誰かに自慢したいけど信じてくれるかな。夢がある。ああ、これ博物館ね。ね、報告、報告、ひどいな。黒岩なのに。確かに名前のこと全然気にしなかった。あ、最初のサーカス失敗かな。みんながちょっと悲しそう。最初のサーカス失敗かな。誰も悪くないけど、悪くないのも問題だ。いや、これはね、悲しいね。花火大会、大空に大きな花が咲く。大きなものも小さなものも空に上がって広がった。色とりどりの光のダンスを僕は静かに見ていたよ。これめっちゃすごいや。光のダンス。おいおいおい。詩人やな。
あー待って待って待って、明日はもっと楽しもう。ちょっと屋台楽しみます。ではバイバイ、また明日、おやすみなさい。